国鉄時代の鉄道ファンです。床板の方ですけどね、だいたい配線じゃない、作成の方が終わりまして、まあ部品もだいたい取り付けました。で今度はね、これ電線つないで、DCC のこの基板ちゃんと配線間違ってないか動作するかどうかちょっとチェックをして配線の方へ、やっていきたいと思います。まあこれ今電気入れたんですけど、まあこれでねエンジン音が鳴りまして、まあ配線は間違ってないかなっていうところですね。でちょっと、ノッチの方を上げると、まあこんな感じで車輪が回転するということで、まあまあこれで配線は間違ってないということでね、一応チェックをします。まあアイドリングのちょっとねスロットル戻してもこんな感じでアイドリングでね走ってるっていうような感じですね。まあまあいい感じじゃないかなと思います。でそれではね、次はスピーカーをここへつけていきたいと思います。スピーカーはこのネジで M3 のネジで止めるようにしました。まあ、ちょっとね、上の天井板が邪魔になってドライバーがまっすぐに入らないっていうのがちょっとねちょっと計算がミスったかなっていうところですね。まあビスは4つ、止めます。まあこんな感じでスピーカーの取り付けが終わりました。まあネジはね今ちょっと緩めについてるんで、後でねきつく締め直して、止めます。で今度はこれはね青い線はモーターの配線なんですけれども、今このサウンドデコーダーの基板に線つないで仮配線でテスト配線テスト的に、まあモーター回してみたんですけど、その基板の線はもうこれ本番に使用するということでちょっと長め長めに作ってあります。ですから、さっきの配線基板のところは外さずにモーターのとこやらコンデンサーのとこ、それからスピーカーのところですね、そこだけを外して今もう一回この車体の方へ取り付けるということで線を車体のところへ通しています。黄色は電源線ですね、ちょっと太い線使いました。で黒はスピーカーの線です。まあこの穴を開けたところから入れまして、で赤白はコンデンサーですね。コンデンサーはプラスとマイナスがあるので間違わないように赤白の線をつけました。まあ、あとはね電源は交流なんで、どっちも同じ色ということでスピーカーもあんまり関係ないみたいですね。でこれはLED 取り付けラバーで、一応基板を固定します。まあこれ真鍮の上に載せてるように見えるんですけれども、薄いアクリル板真鍮の上に置いてありますので
基板がショートするっていうことはありません。でまあ、ところどころ配線がねブラブラするのがちょっと困るんで、 LED 取り付けラバーで固定をしておきます。まあこれもこの間仕切りのところにちょっとちっちゃな穴を開けておいたんで、そこから電線を通して、配線をしていきます。まあ一旦トイレのところへね、配線出しまして、それからもう一回車内の方へ入れます。要するに天井からブラッと見えないようにまあしてるわけですね。まあこれも LED 取り付けラバーでちょっと固定と。でこの青い線を、モーターのところへつなぎます。このモーターのところの穴はもう前の前回の配線、してあったやつの穴を使って、そこへ線をつなぎます。まあ、モーターの線こんな感じですね。ここであとモーターに電線をつなぐということですね。まあ、ちょっと長すぎるのでとりあえず適当な長さに切っておいて、次の配線をいきます。でこれはスピーカーの線なんですけれども、これも適当な長さに切ります。ちょっと長めにね、テストの時は長めにしてあったんで、ちょっと短く切って程よい長さに切ります。さてこれがね室内灯の方の LED の配線図です。まあこれ今ちっちゃく並べてあるのが LED なんですけれども、まあ、これを一つ一つ、まあ、電気がつくかどうか一応チェックをしてから、つけていきたいと思います。まあ、全部つないでしまってからね電気がつかないってなると、ダメなんで、まずはチェックつくかどうかということですね。最初に、不良品がないかということ、まあ一応ないのが当たり前なんですけどね、一応念のためにということです。で、LED は一応接着剤で、まあ、ひっつけていきます。これ穴の開いたところアクリル板、貼ってあるんですけど、そのアクリル板に LED を貼ります。まあちょっとね、ちっちゃいんでね、ちっちゃいんですけど明るいんですよこれ。で一応ね配線をしてるんですけれども、まあこういう感じですね。で一応ね、まあ、配線した状態でもつくかどうか、点検をします。
まあ、ハンダ付けした時の熱でね、LED が壊れてしまったっていうことがないということもない、なきにしもあらずなんで、一応、この段階でもつくかどうかをチェックします。まあ、LED の点灯テスト全部終わったところで、今度はその配線を、台車の方へつなぐ線のところ、こちらの方をつないでいます。まあ、LED は3回路あるんで、この白い線が3本と、黄色い線は DCC デコーダーの線、これが1本。そして、台車へつなぐところは1本だけにまとめまして、台車へつなぎます。だからこの3本の線、今ちょっとひとまとめにハンダ付けをするところです。まあ、絶縁は熱で収縮する皮脂チューブを使って、絶縁します。まあ、ハンダごてで、熱でちょっと縮めておきますね。まあ、それでまとめた1本の線を台車の方へハンダ付けをします。まあ、反対側も同じように、デコーダーの線と LED の線まとめて、台車の方にハンダ付けをします。まあ、収縮チューブで、縮めて、絶縁しておきます。次にスピーカーですね。スピーカーの線をつなぎます。もう片方、はい。で、次はコンデンサーですね。コンデンサー短く切って、この赤白の線をつなぎます。まあ、コンデンサーが終わって、モーターのとこの線ですね。まあ、このモーターの線で一応配線は完了ということになります。それでね、ブラブラしているコンデンサーなんですけど、これボンドで止めようかと思ったんですけど、両面テープで、固定することにしました。まあ、一番なんかちょっと手抜きっていうか、まあ両面テープ一番楽に固定できるかなと思ったんでね、両面テープで固定することにしました。
まあ今回はね、これで床板の方終わりましたんで、配線もできました。これでね、ちょっと線路の上乗っけてみて、音が鳴るか走るかどうかちょっとやってみたいと思います。まあこれね、動いたんですけどね、ちょっと線路との接触不良でこうやって止まってしまうんですね。ちょっと押してやるとまた電気ついて、またエンジンかかるんですけど、またあそこでね、接触不良で、ちょっと接触不良が起きたらなんか止まってしまいますね。ああ、これじゃダメですね。ちょっとね、線路をもう一回磨いていろいろやったんですけど、やっぱりダメでしてね。これどういうふうに解決しようかということでいろいろと考えたんですが、もうイモンさんの通電カップラーで、隣の車両からも、電気をね、共有するしかないかなっていうようなところになりました。かなりね、線路きれいに磨いて車輪も磨いたんですけど、まあ今度82と2両つないでみました。まあ、こちらの82はもう以前、DCC のサウンドレコーダー組み込んであるんで、まあ、音が鳴るんですけれども、まあ、今ちょっと動かします。あ、やっぱりかなり電気がちらついてますんで、あれダメですね。8の方、多分音が止まったみたいですね。まだキロ80の方がまだ、それでも、これはちょっとダメですね。82の方が死んでます。まあ、室内灯のちらつきもダメなんですけれども、まあやはり DCC のサウンドデコーダーっていうのは接触不良で電気が途絶えてしまうと音が消えてしまって走らなくなるというようなことなので、やっぱりそちらの方走ってくれなかったら意味がないんで、まあこれはイモンの通電カップラーで2両ちょっとつないで、試してみるかなっていうところへ来てますね。ちょっとこのままじゃ、走らすことできなさそうです。まあそれでは、今回はねこれで終わりたいと思います。次はイモンの通電カップラー取り替えということになります。それではお相手は国鉄時代の鉄道ファンでした。さようなら。